大使なんですけれども、日本人が一番ですね尊敬する人は誰かというアンケートを調査しますと、まあ、必ず出てくるのが聖徳太子なんですね。信仰しているかどうかというのは別にしなくて、尊敬している人というのは聖徳太子という名前が出てくる。でこれはまあ、古代、江戸時代以前のもちろん宗教として、ね、非常に仏教を守護した人、それがいろいろな、ねまあ、奇跡を起こした人、まあ、そういった意味で、宗教的に信頼され、また信仰されている。明治になりますと、今度はちょっと違いまして、天皇を中心とする国家を統一したんだ。まあ、推古天皇の摂政をしましてね、国を統一した。ですから、まあ、国を統治した。天皇中心の国を統治した。でこういうことが評価されます。ところが、戦後になりますと、これ一転しまして、いやいや、そうじゃない。憲法17条の議論。場を持って尊としてたんです。だから、聖徳太子って、平和主義者なんだ。ということでですね、江戸時代、もうそっか、古代から江戸時代、明治、戦後、ずっと、まあ、いろんな意味で尊敬をされていました。で、それを表しているのが、お札なんですね。お札。で、戦前のお札、一番高額紙幣100円札のモデルになったのは、明治時代ですけども、聖徳太子なんでね。ところが昭和21年、戦後になりまして、じゃあ誰が選ばれたかというと、やっぱり聖徳太子なんですね。で、これは、先ほど言いました、パンホントに道としてなす。まあ、平和主義者ということで、まあ、おそらく、紙幣のモデルになったんだと思います。でこのようにずっとですね、日本人の、まあ、信頼、尊敬を集めてきた聖徳太子なんですが、歴史的に見ますとですね、まあ、いろいろとちょっとおかしいところもある。で、何かと言いますと、これ歴史的に見ますと、聖徳太子は戸の御子である。推古天皇の摂政と大和の戸の御子である。で、かつ、それは、法隆寺の釈迦三尊堂の、まあ、後輩、後ろに刻まれている上宮法皇である。そして、かつですね、隋に使者を送って、非いずるところの天使、隋と対等外交をした。この人が、この人もですね、上野の御子である。まあ、こういうふうに、まあ、歴史的に言ってる、考えられてるというのが、まあ、普通なんですね。でも、そうすると、いろいろおかしいことが出てくる。そのおかしいことを、まあ、今からお話をさせていただくわけですが、まず昨年ですね、2021年は、聖徳太子1400回忌、回忌と言わないんですね。聖徳太子ですから、恩義。恩をつけましたね。回忌じゃなくて、恩義と。でも内容は回忌なんですね。皆さんよく考えていただいたらいいんですが、日本書紀で戸の御子は621年の2月5日に亡くなってますと書かれてるね、日本書紀には。で、何回忌というのは1年目が1周忌で、2年目になると3回忌なんですね。3回忌になる。だから2年目が3回忌や。そうすると1400回っていうのは、1399年目が1400回のはずなんですね。そうすると、2020年が1400回のはずなんです。でも、2021年が1405恩義になって、みんなでお祝いをして、行事をしている。で、これなぜかと言いますと、日本書紀を信頼してないんですね。何を信頼しているかというと、法隆寺の釈迦三尊像の後輩にある上宮法皇という人が622年の2月22日に亡くなりましたと書いてある。だから日本書紀の前田の御子はその前の年に亡くなって、しかも日も亡くなった日も違うんですが、それを信用しない、日本書紀を信用しないで、上宮法皇の亡くなった622年を
聖徳太子が亡くなったんですよ。考えて、全21年を1400年号向けとした。で、ここでですね、もうすでに、日本書紀と、それと聖徳太子のズレが、生じているわけですね。で、こうしたズレをね、たくさんございまして、それを今日は、話をさせていただきたいと思います。順次ですね、いろいろ話していきますが、この1400年ご恩期を契機に、いろいろな議論が、またですね、沸き起こっています。それは何かというと、聖徳太子なんかいなかった。ね、大山さんとか、聖徳太子なんかいなかった。強硬に言っておられる方がいる。いや、その逆に、いやいや、聖徳太子っていうのは、日本書紀に書かれている、お前のことで間違いないんだ。こういうような議論が、沸き起こっているわけで。今日のお話はですね、私たちは聖徳太子は存在しました。ただし、先ほどちょっと言ったように、日本書紀に書かれている馬宿の御子ではないですよ。もっと別の人です。そういうふうに考えています。そのことを、話をさせていただくわけです。よりですね、ちょっと聞いていただきたいと思います。日本書紀に記す聖徳太子というのは、6世紀の末から7世紀の初頭に、政治、宗教、軍事をですね、一点に司って、信仰の対象となった、超人ですね、スーパーマンとされています。それは生まれた御子だというのが、普通の考え方です。日本書紀では生まれた御子は、陽明天皇と橋人の姫御子の御子でして、水戸天皇の摂政、593年に水戸天皇の摂政となりまして、官位12回とか、先ほど言いました、和をもって尊しとなすという11条憲法を、定めるなど、天皇中心の集権国家体制の確立に努めると同時にですね、廃仏派の諸々の森屋を滅ぼして、仏教の推進をした、仏教政策を推進した。そして、法隆寺とか四天王寺とかいうような大寺院、大寺院をね、建立するなど、厚く仏法を崇拝したというふうに言われている。で、この人はですね、日本書紀に、生まれた御子のことを、聖徳太子という文言は日本書紀が出てきません。出てきませんが、ちょっと系図でですね、東宮聖徳というのがちゃんと出てきます。東宮というのは太子のことなんで、これだから聖徳太子なんだというふうに言っておられるのではないかと思います。で、そのように一般には、前の御子は聖徳太子だと、されています。日本書紀に書かれているのはですね、豊臣の聖徳ですね。あと、海苔の大主とかですね。こういうふうに、いろいろ、別名たくさんございます。こういう聖徳太子の常識、馬宿の御子であるとか、いうことが正しいのかどうか。ね。三つの大体常識、まとめますと、基本は聖徳太子とは大和の天皇家の馬宿の御子でして、かつ、馬宿の御子は、法隆寺、釈迦三尊像、後輩名にある上宮法王である。これが釈迦三尊像の後輩名ですね。上宮法王っていう人が出てきます。で、この人が、この法王官と書いてありますが、622年の2月の22日亡くなったと書かれています。ですから、お前の御子は、日本書紀に書いてあるんじゃなくて、書いてあることと違って、実はこの上宮法王なんだよと、こういうふうに、言ってるわけですね。それと、あと上の御子は、隋の煬帝に使者を送った、非いずるところの天使である。山岸良子さんが漫画を描かれましたよね。いろいろなとこで舞台にもなっている。非いずるところの天使である。で、これが三つの常識。馬宿の御子は、聖徳太子であって、かつ、上宮法王であって、非いずるところの天使である。というのもですね、通常言われていることなんですね。しかし、それは本当に正しいんですか？
まずはじめに、この釈迦三尊像に書かれている上宮法王であるっていうのは本当に正しいのかどうか。ね。まず、皆さんね、日本書紀の中で、梅の留美子は法王になどなってませんよね。そんなの、日本書紀の記事、どこにも出てこない。上の留美子が法王になってない。でも、釈迦三尊像にはちゃんと法王と書いてありますよ。それから、大和の天皇家に、法皇というような年号はありません。ここに、上宮法皇ですね。法皇元31年。これ、計算しますと、591年が法皇元年です。で、亡くなったのはその翌年ですから、法皇32年に亡くなっています。622年ですね。に亡くなった。こんな法皇なんていう年号は、ね、大和の天皇家にはありません。どこの資料にもありません。もちろん日本書紀にはあります。だけど出ている方向という年号は使われている。あと、没年が違います。先ほど言いました、上宮法皇というのは622年2月22日に亡くなっていますが、上宮法皇は621年2月2日に、あ、2月5日ですね。ごめんなさい。2月5日に亡くなっています。これ、5ですね、間違い。に亡くなっています。ですから、没年がまず違います。それから、お母さんとおきさきの名前も違います。これ先ほど、服部さんがね、言われました。お母さんの名前が、伊仙太鼓。奥さんの名前が、漢字行王。というふうに書かれています。で、これ普通どう言ってるかというと、これ、キサキ。キサキの太鼓と。読んでいますけど、そんな読み方はどこにもありません。日本中の資料の中どこにもですね、キサキ太鼓なんていう名前は出てきません。で、かつキサキと読ませるのであっても、鬼をつける、鬼の前と書いて、それをキサキと読ませるっていうのは、まあ、普通ちょっと考えられない。それから、漢字用語。これはですね、これはかしわべだというふうに通常呼ばれています。かしわべの、ほきき味のイラスメのことだと。なんでかしわべというかというと、この漢字記というのが、実は中国ではですね、飯炊き。飯炊きというか、かまど版なんですね。後で資料を紹介しますが、中国では、木を切って、焚き木を切って、それでかまどに炊いてですね、まあ言えば、食料を、料理をする人間だと。しかもそれも、通常の、市長と言いまして、なんていうか、下人ですね。下人。下人というか、使い走りの人たちが、まあ市長なんですけどね。その市長のさらに、その人たちに、食べ物を、煮炊きを提供する。これが漢字記なんです。で、それをですね、かしわべというのはそうじゃなくて、ちゃんと、宮中でね、お膳番ですから。漢字記をかしわべというのは、やっぱりお菓子と考える。で、かつこの意味もですね、漢字記というのは、植えるというですね、ひもじいがひもじいですかね。ひもじい、おお、なんで、こんなのは普通はちょっと使いません。でもまあ使われて。で、もう一番違うのは、梅の留美子のですね、そしておか、本当の梅の留美子のお母さんというのは、穴ほべの橋人の姫美子ですね。それから、日本書紀に出ている奥さんの名前が、宇治の開拓子の姫美子。で他にまあ伝承としてそういろいろあります。当時この家康君とかね、この人は父が蘇我の馬子です。偉いですね。で、立花の大いらずめ、この人も偉いんです。父は美達天皇の息子の尾張久美子ですし、お母さんは水子天皇。で、あとですね、山城の大江の美子を産みますから、この人は非常に有力な人。で、それとですね、
最後に連なっているのがこの、柏上の法華君のイラストで、お父さんは柏上の株子、俺聞いたことのない人ですね。一度この人はピタッと出てくる、どこで出てくるかというと、コウクリの使者が越後の国に漂流して流れ着いたときに、その流れ着いた人たちを迎えに行ったという、まあ、そういう人なんですね。だから全然その格が違う、その人であろうというふうに、まあこれを柏上と呼んで推測しているわけですね。柏上の方を聞きの、あ、これが、飯炊き、まあ、まあまあまあ飯炊きであろうと思う、確かに料理をそれに、変わりないんだから柏上と言ってもいいんじゃないかというふうに、まあ、当てています。それとお母さんとか妃とか馬宿の巫女が連続して亡くなりましたという記録は日本書紀どこにもありません。これだけですね、大きく法隆寺釈迦さんとの後輩名には書いてありますね、記録されてるんですね。お母さんも亡くなりました、それから奥さんも亡くなりました、なんとその翌日に上宮法皇が亡くなりました。だけど日本主義には一切そういうことは書いてない。そもそも亡くなった年が違いますから、まあ、書きようがないんですけど、そういうふうに、どうも合わないですね。上野の巫女は釈迦三尊の後輩の上にある上宮法皇であるというのは合わない。で、2番目ですね。じゃあ上野の巫女は隋に使者を送った日いずるところの天使であるというのは正しいんですか。その非いずるところの天使というのは600年と607年に隋に使者を送っています。ただし隋書に書かれているのは名前は天の谷氏法であるとちゃんと書かれているんですね。で、馬屋の巫女にそういう名前はないし、それから一番違うのは大使を理科見たふりというふうに書いてあるので隋書には書いてある。しかし馬屋の巫女の息子さんは山城の大江の王子ですね。ご存じの通り。で、山城の大江の王子とか、えぐりの、みくりの人とか、そういう人たちに、こんなね、いかみたふりなんていう名前はありません。どこにもありません。だから合わないんですね。で、先ほど服部さんちょっと言いましたけれども、この、天の谷処方というのは、王の名前だとすると、その時も王は推古天皇で女性ですけど、王の妻は君と名付け、高級に翌日役に書かれてますから、これ明確に男なんですね。だからこれも合わない。どう考えても合わない。いうことなんです。じゃあ、この人はどういうふうに考えたらいいのか。で、この天の谷氏法っていう人はですね、随所の中で、いずるところの天使と言ってるだけじゃなくて、私は海東の菩薩天使、海の東の菩薩天使で、かつ随の容体よりも、あなたよりも先に仏法を起こしました。と言ってるんですね。その新しい他力を使いを使わしました。司祭は、開催の菩薩天使に重ねて仏法を起こすと。容体さん、あなたは海の西の菩薩天使でしょう。私は海の東の菩薩天使と言ってるのと一緒ですね。重ねて仏法を起こす。あなたも仏法を起こしたらしいですね。私仏法を起こしたんですけど、あなたも仏法を起こしたんですね。ということを言ってるんですね。タンズイと対等外交をしようと。すごい意気込みで、まあ、言っておられますね。怒りますね。容体は怒りますね。威張の人に無礼やる。というのもわかります。問題は、先に仏法を起こした。重ねて仏法を起こす。この仏法を起こすというのを、縮めますと、方向なんだね。仏法を起こす。方向なん。釈迦三尊像の上宮法皇が使ってた方向。ですから、この谷氏法っていう人が、上宮法皇のモデルである。すると、方向という言葉が使われているのがぴったり。で、まずですね、もうこれ明確なのは、
大正後の国というのは金印を貸しされた江戸国の後継国で阿蘇山が噴火している国だというふうに随所には書かれています。関東甲府帝からこれですね、鹿の島の金印ですね、を貸しされた江戸国、まあ、国を、それから義、清、領と代々中国に通じてきたというふうに書かれています。義というのは、もちろん、邪馬台国の卑弥呼ですね。卑弥呼一葉。それから、清、領、これは和の方ですね。三鎮清光部という。こういうふうに、紀元57年に、甲府帝から金印を授かって以来、ずと中国にあいつ通じてきたのがこの大正後の国ですよ。でそこはどんな国かと言いますと、阿蘇山が噴火して水が多く温暖な地として、漢の皇后の時海を使わせ入場す自ら大夫と称すと、義より清涼みたり代々中国にあいつ気候温暖にして、草木は冬も青し、土は肥えていて、水多く陸少ない。まあ、奈良ね、水多く陸少ないって、そういうことはないですね。あと、迂回をしていますとかですね、阿蘇山あり、その石ゆえなくして火起こり天にせするは、毒もって糸なし、よって搭載をは、阿蘇山があります。不思議なことに、それが、ね、誰も火つけてないのに勝手に噴火しています。で、これはもう、恐ろしいことだと考えて、みんなそれを沈めるような祭りごと、お祭りをしています。はい。お明確に僕は九州の国だと、いうふうに考えられますので、この大正法というのは、まあ、九州の代表であると。まあ、もちろん金印をもらったのは九州ですからね、ずっと続いている。で、その人が方向というのを使っている。方向という言葉にふさわしいというので、上の見方というのは、どう考えても、大正法のことですよ。こういうふうになると思う。で、かつもう一つ、じゃあ、聖徳太子のモデルが、生まれそうに見ることはないというのがですね、その聖徳太子の伝記からもわかるんですね。で、聖徳太子の伝記を見ますと、聖徳太子伝記、聖徳太子は18歳、誕生元年の時に国政を執行したと書かれています。誕生という年号が書かれていますね、伝記。生まれた時は万機を委ねられた、立太子したのは593年ですから、これ年次が違います。ただ聖徳太子の、国政を執行した、つまり、即位したのと、生まれたまだ全然年次がずれています。で、かつですね、聖徳太子の生まれたのは、国交3年というふうに書かれています。で、これ、皆さんご存知の談山神社、遠野峰の談山神社にあります、聖徳太子絵伝ね、ちゃんと、国交3年誕生というふうに書かれています。で、これ、大使長のマスコットキャラクター、大使君。大使君が言ってます。僕ね、金光3年572年に生まれたんだと書いてありますね。で、生まれた時は594年かな、まあそんなところで、でとりあえず金光という年号が使われてるんですね。で、それだけではないなくて、聖徳太子の生涯全体がこのいわゆる九州年号といわれる年号で書かれています。先ほどちょっと説明がありました。九州年号というのは偽物だと言いますけど、聖武天皇がちゃんと使ってるじゃないですか。いや、聖武天皇も偽物の天皇ですかとなりますから、そのことはないんだ。やっぱりちゃんとした年号として存在をしている。ただ、日本書紀に記してないだけ。ということです。で、聖徳太子伝記、聖徳太子のご誕生の、時代を上古に愛尋ねはべれば、年号は金光3年、壬申572年です。で、あと16歳の時、モリアと戦いました。で、勝ちました。これは少々3年。こういう年号もあります。あと少々4年とありますし、あと先ほど言いました誕生という年号も出てきます。誕生元年が、591年で、その時に国政執行したと書かれる。
で、まあ、今言いましたように、聖武天皇も90年後を使っていた。日本食日本民にも出ています。だから、法令にも書かれています。山のような文章があります。平家物語も書かれていますし、こういう先ほど、日本抵抗年代とか、公民力とか、まあ、いろいろなものに書かれていますので、で、これはなかなか否定できないんではないかと思います。大事なことは年号を作ることができるのは、その国のトップだけですね。今はまあ内閣総理大臣が、諮問して測って、まあ、やりますけど、しかし、一元一世ですから、基本的には天皇の年号としてこれは考えられて、今までずっと続いているわけですね。で、それ以外の人たちが年号を作るわけにはいきません。だから年号を作るというのは、中国もそうですね。中国もそうですが、その国の皇帝なり、天子なり、まあ日本では天皇しか年号を定めることはできませんので、この九州年号というのを建てたのは、当時のその国のトップであった。和国のトップであったと考えられる。年号を作る権力というのは、その国を代表する権力。大和朝廷の師匠にない、その、こういった年号を建てたのは、これは大和朝廷とは別の国、先ほどの九州がありますね、と考えられます。で、聖徳太子というのは、梅戸の国ではなくって、九州年号を建てた国の天子だ、というふうに、論理的に考えられるということになろうかと思います。あとですね、太子府が菩薩天子を名乗っていますという話を先ほどの随所の中で、しましたけれども、その法皇というのは何かというと、まあ、漱石を得た天子ですね。天子が仏門に帰依して、そして漱石を得ます。で、それが法皇ですね。まあ、菩薩っていうのは同じように仏門に帰依して、修行して、まあ、如来を目指して頑張って、あとは、修行を導いて、この仏道を成就させようとする人。まあ、修行人。で、悟りを開く前の修行時代の仏陀も、まあ、菩薩ということになっています。法蔵菩薩とかね、まあ、そういうのが、まあ、如来もそうですけど、前世。前世を、そういう修行時代は、この菩薩ということになっている。したがって、太子法の副書にある菩薩天使っていうのは、天使であり、かつ、仏門に入って修行して、衆生の救済を追求する人、天使であるということです。で、釈迦三尊の後輩のように、上宮法皇を、年期としたのは、法皇ですから、あ、法皇ですね。まあ、法皇で、上宮法皇が言ってる、その、法皇という意味、上宮法皇の法皇というのと同じ。ということになります。この菩薩天使というのは実はですね、宗教界のトップであって、かつ国の王様っていうのは当時のアジアの常識だったんです。南朝梁の武帝という人がおりまして、この人は、まあ、2800の寺を作ったとか、その時の僧侶とか阿弥さんが80万人達したと言われてまして、三度ですね、出家しています。で出家も本当にお寺に入って、二吐きのですね、役割を果たして、で、まあ、当時の官僚がびっくりしてですね、もう三回連れ戻したと。で、連れ戻すたびに、多額の費用をこのお寺に寄社したと。いうことで、尼さんとか、僧が80万人もいますと、その人たちは税金を納めませんから。で、かつそういうふうに、どんどんと、2800も寺建てましたから、これで南朝梁は滅びてしまったと言われるぐらい、の人なんですが、この人は菩薩天使と菩薩皇帝と呼ばれました。菩薩皇帝。これが菩薩天使のルーツなんですね。菩薩。要するに出家をした皇帝、菩薩皇帝ということですね。隋になりましても同じように隋の文帝は585年に
お助かりを受解します。これ、報道方式というところから、介護授かったと書かれています。から、その次の容体も、これは、知事ですね、中層の知事という、これ、有名な方から、お助かりを授かりまして、この人は、記録によれば、掃除という方法を得たというふうに書かれています。まあ、伝承かもしれませんが、そういうふうに書かれています。から、新羅でも、高皇后という人がおりまして、510年、540年ですから、6世紀、まあ、前半の人。この人が仏教を公認して出家します。で、この時、皇宮という皇后をもらっています。皇后、まあ、海名とかね、法名とか言いますけど、とにかく、まあ、ここでは皇后というふうに言わせていただきます。次代の新皇后は皇后と合したというふうに、ずっとこれも書かれています。したがって、当時の中国とか朝鮮半島では、その国のトップ、王様が仏門に帰依して、そして宗教界のトップであると同時に、政治のトップであるという、それで統治をしていくという、その統治の形が一般的だった。これは仏教治国策とかね、言います。仏教によって国の治めるという、そういう政策ですね。当然、出家をします。まあ、出家と言わなくても、まあ、仏門に帰依して戒を授かりますと、今言いましたように、皇后というのが戒を守るということの証に、皇名、あるいは戒名、戒を守るという意味では戒名。今の日本では戒名ではなくなった時だね。戒名とちょっと紛らわしいんで、まあ、皇后と言いますと、皇后を授かる。という、ことがアジアでは行われていました。そう考えると、皇后というのはね、その菩薩天使、皇后の皇后であったんではないかと思います。で、これは、もう7世紀から8世紀の話になってきますので、まあ、省略しますけども、仏門において、漱石を得るにはですね、戒律を守る証として、戒律、あるいは皇后を授かるということになっています。皇后も漱石を得た天使ということになりますので、当然のことながら皇后を授かるということになります。したがって菩薩天使、仏法を起こした菩薩天使である太子皇后も、当然皇后を持つということになります。したがってそれがですね、実は皇后だったのではないかと思います。菩薩天使とは菩薩会を授かった天使を言うもので、皇后は仏法を起こすとの自負を反映した皇后と考えられると。で、後の天皇、聖武天皇とか光明皇后も、実は菩薩会を授かっているんですね。天平六年、仁和院からもう一度菩薩会を授かっています。したがってですね、聖武天皇は聖満、光明皇后は満腹であったというふうにされています。これより早く、まあ、584年にはもうすでに、いろいろな人たちが出家して、皇后を授けられているというのは、これ日本書紀に載ってますから、当時日本でもね、こういう出家して、あるいは仏門に帰依して、皇后をもらうというのが、一般に行われて、たときは行われ始めていたということなんで、当然その仏法を起こした大将は、そういうことを、やったと考えられます。これも聖徳太子伝記に実は載ってるんですね。載ってるんです。で、聖徳太子伝記を見ますと、太子は19歳、590年の11月に乳母族になりましたと書いてある。ね。乳母族って何ということですが、これは誤解を受けた正式の仏教信者。戒を授かった人間が乳母族。これが590年の11月になる。先ほど言いました、皇后元年。皇后元年は、その翌年の591年なんですね。したがって、戒を授かった。乳母族になる。戒を授かった11月。そして、その翌年に、皇后という、皇后になった。
方法という介護を持った方法になりました。ぴったりこの聖徳太子の便宜とこの方法年号がこれまた一致をするわけです。ここでですね、まあ、政治に関する年号というのはちょっと先ほど言いました。これ九州年号ってこれ、聖徳太子の時代の九州年号です。この九州年号とは別に皇后としての年号が並行して存在をしています。だからこの二年号が並立して存在するということは、実はこの菩薩天子、天子であり菩薩であるという大正皇特有の出来事。その他の人たちではですね、こういう二年号並立というのは成り立たない。皇后としての年号と天子としての年号が別にありますよ。したがって大正皇がお宮法皇で聖徳太子であるということを、まあ、示しているのではないかと思います。あまり時間がないのであれです、なんですけど、大正皇はですね、こう、孵化した、こうね、孵化した、失礼しました。随所に面白いことを書いてありまして、その風俗を問わせると、太陽は天を持って兄とし、火を持って弟とす。天にまだ明けざるとき、いでてばそりごとを聞き、カフして出し、にいるればすなわち義務をとどめ言う。我が弟に委ねんと。いうふうに書かれている。で、このカフというのは、結果不在。結果不在。もう最も尊い座り方ですね。まさにこの、法隆寺、釈迦如来の座り方。足踏んでね。合格だとか、吉祥だとか、まあ、組み方にはいろいろありますが、どちらにしても最高に、なんていうか、尊い座り方。これが家父なんですね。で、あとは、半歌し、半歌。家父の半歌の、まあ、言えば、足を半分垂らしたのは家父。これは、まあ、それに次ぐような座り方ということになります。かつですね、この、兄弟統治。我が弟に委ねて書かれています。この兄弟統治っていうのは、大和の天皇家には ありません。兄弟で天皇、色を分けましたなんていうのはありません。位を譲り合ったというのはありますけどね。実際に兄弟で分けて統治したではありませんが、実は、卑弥呼。義士は神殿にはちゃんと書かれてますね。卑弥呼には弟が、断定があって、その人が政治を任されていたと書いてあります。卑弥呼はね、王となり以外、身分の少なし、断定あり、助けて国の王様。ですから、卑弥呼は外に出てこなかった。だから誰が政治してたんだ。弟が、男と断定あり、助けて国を治実際、統治していたのは弟ですよ。なんかちゃんと、卑弥呼の国は兄弟統治をしていたというふうに。だからね、だからその伝統は、九州のこの卑弥呼の国にはあると。断定ありで助けて国を治めて、私は宗教、弟は政治を弟に任せた。兄弟統治は、我が国の伝統なんですよ。というふうに卑弥呼は言っております。で、上宮法皇も、私法皇、かつ、まあ、天使なんだけど、実際の政治は、弟に任せますよ。だから、この、卑弥呼と同じことをね、言ってるわけです。あとは、ちょっと、これ省略します。で、釈迦三尊像を言ったって、でも、釈迦三尊像法隆寺にあるんだから、そもそもその、この、上宮法皇って、大和の人でしょとなるんですが、実は、法隆寺は全部焼けています。天智九年、670年、全部焼けています。法隆寺に見つけ、1億余すところなしと。で、これ調査してますね。昭和資材庁を作ったときに、全部調べた。そうすると、この釈迦如来像と光背を合わせた重量422キロで、形も複雑で、これをですね、火事だからといって、損傷なく搬出するということは、極めて困難な火災にあった痕跡もない。
で現法隆寺は、まあ、大体7世紀後半から末頃の再建、その時にどこかから運び込まれたという考えが、まあ、考古学的にも正しいと言われています。したがって、もともとそこにあったんじゃなくて、どこから持ってこられた。だから、上野御法、法隆寺に三坂三尊像があるから、上野御法は、山田さんということにはならないということになります。先ほどちょっと出ましたので、この辺、聖徳太子が生まれた本校、どんな年かというと、天然痘が大流行して、大変なことになった年なんですね。前後前に根高元年、降臨の年、天下皆ですよ。で、その時に作られた、この新院権、虎年の虎の日の虎の国ですね。虎年の虎の月の虎の日の虎の国で作った、という、というですね、名が入った権威。これ九州の九大のところの遺跡から、九州大学のところの遺跡から発見をされています。で、これは新院権と言われまして、天下の難儀を払う権だと言われていますので、まさにこの時に熱病、天然痘が大流行して、それを、まあ、それに対してですね、その間を払うためにこういうふうな、権を作られるということになろうと思います。で、そうすると、この辺りで、この紀仙太后、寛治教皇、上宮法皇が連続して亡くなったのは何でか。もうこれはもう明確に天然痘だ。こんな連続して亡くなるっていうのはもう天然痘しか考えられないということで、上宮法皇のお母さんの紀仙太后は621年12月で、奥さんは翌年の2月21日、法皇は翌日22日に亡くなっています。これは天然痘が原因と、まあ、考えられます。で、まあ、先ほど言いましたように、大体地獄に落ちるんですね。地獄に落ちる。この後のですね、法華経なり、この、先ほど話ありましたように、まあ、一切経、無量寿経なんかが渡ってきた後、阿弥陀如来信仰が出てきたら、まあ、なんとはですね、地獄に落ちずに、救済されるということはあるんでしょうが、聖徳太子時代の法華経という意味はまだ出会ったものもないので、正しいに救われるということはない。だから言ったのは地獄です。その地獄はどんな様かというと、実はこのですね、天然痘の苦しみ、天然痘の苦しみを表しているというふうに感じというふうに考えられます。で、この漢字記というのは、先ほど言いました地獄に落ちたらですね、こういうこと。共感地獄、ドハッタハツ、ドカリオーションに落ちた。ハツカリオーションに落ち、大苦労を受くと。で、火の雨が降り、地獄の人常に焼きになると。で、燃えて足に至れば、まあ、熱鉄の駒を浴びて、その足を食らうと。で、そのくちばしは、炎のくちばしの鉄の足は、そのドクロを破り、その脳をものすごく浴びて、熱鉄の夜間で、熱鉄の夜間、その心中力。ここで、漢字記という、夜間、熱鉄夜間、食、その心中が感じているのが出てきます。つまりこういうところに落ちました。これは天然痘の苦しみ。これを、まあ、表しているというふうに、まあ、考えられるわけです。あと、その、鬼仙というのも同じようにですね、地獄の有様の中に、まあ、出てくるんですね。これも、腹中に火を置き、その身を焼く。地には、茨が生じ、皆、ことごとく燃えて、その足を貫くと。普通の忍びの形。高罰を受けると書かれていますが、日本書紀の中に、天然痘の苦しみが書かれています。
この天然痘の苦しみとキリストとこの地獄の苦しみのキリストは全く同じなんですね。全く同じように書かれています。したがってこの漢字とか奇跡という言葉自身がこのお二人が天然痘で亡くなったということを表していると思います。漢字とか奇跡というのは無形地獄に落ちたものを表すその法名戒名であって、でしかしそれは釈迦となった他力諸法による不益からの救済と成仏を願ったもの、つまり非戦漢字記というのは本来はすぐには成仏できない、成仏が、できない女性たちが一旦地獄に落ちて非常に、天然痘と同じような苦しみを味わっているんだけども、それは今や、釈迦となった釈迦のようなとなったですね、他力諸法によって救済をされている、そういうことになろうかと思います。だからこの釈迦三尊像の脇字が薬王菩薩と薬寿菩薩というふうに考えられると思います。法隆寺釈迦三尊像の脇字、脇字って普通は普賢と文字なんですが、これは薬王菩薩と薬寿菩薩にあっています。でこれまさにですね、この熱病で苦しみながら亡くなった、だけど釈迦如来となった法王によってこれ救済されて、で今や菩薩として、薬王菩薩、薬寿菩薩として世の人々を病苦から救おうとしている、この姿を表しているのが実はこの釈迦三尊像であったんではないかと。当時の仏教では女人は自力では往生できないとされていました。ただ釈尊はですね、三分の愛には我全てこれを休むと、つまり救済は女人にも及ぶというふうに、救済は女人にも及ぶというふうに言っておられますので、往生できずに、自力では往生できずに地獄に落ちた全体合間地獄を女人となった大正法により救われるということになろうかと思います。後半なんですが、もう一人実は聖徳太子のモデルがいましたと。これは何かというと、随所には、太子横の息子がいました、太子がいました。その太子を、リカムタブリと名付くと書かれています。釈迦さんの後輩名にもですね、枕元に、松尾の枕元に王子がありましたから、この王子、随所の大使ですね、リカミタムリがその後の後輩についたと、まあ、考えられますが、不可解なことがありまして、中国と、あと我が国にもですね、蘭学全史後進説話というのがあります。でこれは中国の蘭学全史絵師ですね、514年から577年まで出た人なんですが、この人が倭国の王子に転生して仏法を交流して修行を救済したとされます。まあ、これは、ね、王子に転生して仏法を交流して救済したというのはもう聖徳太子のことを言ってる以外にないんですが、ところがですね、亡くなったのは577年。先ほど言いました聖徳太子呼ばれたのは572年。まあ、別の説があって574年という話もありますが、どっちにしてももう先になんか聖徳太子生まれてますからね、聖徳太子に生まれ変わりましたということにはならないんですね。したがってこの聖徳太子と呼ばれている人は実はですね、当時の先ほどから言いました上宮法皇であるとか太子法皇ではないだろうと。生まれたのは転生する、577年に死んで転生するとすれば、その後から生まれた人間が、この聖徳太子のモデルですよと言っているんですよね。この南学全史、後進説話というのはそうなんですね。で、昔聞くと南学全史、絵師宣言の後、我国王子に託生し、仏法を交流し、史上を再度すると。亡くなった後に聖徳太子に生まれたと。
書いてありますが、これは通常考えると、体重法の対象されているリカミタブリのことだと、まあ、考えられます。かつ、不思議なことに聖徳太子が亡くなった後に、聖徳という年号がですね、我が国にあるんですね。たくさんあります。もう、いちいち言いませんが、もうここに、山のように、まあ、ペーパーに印刷してますので、見ていただいたらいいんですが、もう聖徳という年号が、たくさん記録には残されています。聖徳太子亡くなってから聖徳という年号をつけるという人はほとんど考えられないですね。そんな変な年号をつけると怒られますけど。でですね、実はこの聖徳というのは二代目の法王の、先ほど言いました、法王にふさわしいんです。次代の法皇は、まあ、法皇、新皇は法運と、皇后を得て、漱石を得たということを言いましたけれども、まあ、この記録の中にですね、新皇は先代の法皇の徳を積み、一時を重ね、王位についたと書かれています。三国志、白木本によりますと、新皇は、まあ、一心に仏に仕え立てまくると、出家して法運としました。で、その時代の信仰は、徳をつき、肘を重ね、そして王位につきましたと書いてあります。で、この徳をつき、肘を重ねを訳しますと、聖徳ですね。聖徳。ですから、この聖徳というのは、その前の天子の徳をついで、そして肘を重ねます。こういうことを訳すような年号であり、法号になるんですよね。したがって、この聖徳というのは、実は、この例から、朝鮮半島の例からして、二代目にふさわしい法号ということになるかと思います。で、初期に、随所に記す、太子の李冠美拓理というのは、父の法号を、まあ、法号としていた法、法皇、法王ですね。法皇法王の徳を継ぎ、肘を重ねるという意味で、聖徳法王、聖徳という、法号があって、聖徳法王と名乗ったんではないかと思います。今言いました、信仰は先代の法皇の徳を継ぎ、肘を重ね、慶徳重政と記していますから、同じようにですね、この、聖徳という我が国の年号も、李冠美拓理の法王としての法王となって、聖徳という法号を得てからの年期を示す。これ、法王即位したのが、時に法、聖徳という年号を出した。ただ、一般の記録ではですね、日曜劇でもこれ載ってないのは、そんな聖徳って、聖徳太子が亡くなってから聖徳というような年号、これはおかしいだろうと。考えて記さなかっただけで実際は存在していたのではないかと思います。天皇寺は、じゃあ、聖徳太子本人が作ったのか、それか、そうではない、その息子が作ったのかということは問題になります。で、そこでですね、二旧暦というところを見ますと、和教にね、629年に、なにわ天皇寺聖徳を作るというふうに書かれています。で、聖徳を作るというのは、もし、いかみであるであれば、上宮法皇が作ったわけですね。ということは、法皇が作った。あるいは、法皇法皇が作ったと。いうことになろう。かと思います。この上宮法皇のが作ったとすればね、法皇と書かれているし、法皇と書かれていますから、聖徳が作ったとはならない。ということは、やはりこの上の、四天王寺も、実は天王寺なんですけども、これは、その時代の李冠美拓理がもう、恒例の619年ですから、622年に、
上宮法が亡くなりますから、もうご高齢48歳ですかねの法のためにこれを作ったんだと考える方が自然なんではないかと思います。でこれちょっと時間がないので置いときます。法隆寺にはですね、薬師如来像がありまして、この法拝銘を見ますと586年に陽明天皇が発願して607年に水湖と聖徳太子が作られたされているんですが、しかしこれは鋳造技術から見て622年3年にできた釈迦尊三尊像よりは新しい。後輩名ではそれよりはだいぶ前に作られたと書かれていますが、これはそんなことがないと。それから、この、これはもう、服部さん言ってる、ここに、七仏薬師っていうのが載っていまして、これ薬師如来であれば、七仏薬師は、先ほどの薬師瑠璃光、今日があった707年か、そこらのところでしか、この、薬師、薬師一物とかはない、過去のないになって、これは時代が、もっと前、6世紀、7世紀、600年代の過去宝物であれば、でこれはそうじゃなくて、過去七物だと、薬師七物だと、これ8世紀なんですけど、この像はどう見ても、もっと前、7世紀。そうするとこれは過去七物だから、本来はこれ薬師如来像ではなくって釈迦如来像だというふうに今考えられます。この辺またですね、もう時間がないんで、言いますが、また時間に機会があれば、まあ、服部さんが話をしてくれるんではないかと。この装束という年号は上の方がなくなって、その年に年、その翌年に年号、九州年号は任号というふうに、まあ、変わるんですけども、この任号と一緒にですね、634年で終わるんですね。で633年に党の投票人が帰国します。で投票人は例の和国の王子と争ってですね、で物別れに終わって、まあ、帰ります。で、この時の中国の様相は実は仏教ですね、弾圧にかかっているんですね。この隋の時代と変わってまして、仏教をですね、まあ、弾圧というよりも仏教を排斥するような政治に変わっています。したがって、この公表人の帰国を待って、もうその仏教遅刻作、天使でありながら法王であるというものはやめて、もともとの是非に変わったんではないかというふうに思います。でこれちょっと、もう先ほどちょっと、服部さんが言われたんで飛ばしますけれども、大正の時代に起こったのは、一切経を渡ってきました。で、一切経の中に、先ほどのですね、この無量寿経も、まあ、入っていますし、おそらく、薬師経も、まあ、全部入っているんだと思いますが、で、この、実は、日本史を見ますと、序明12年、640年に、無量寿経が説教をされています。で無量寿っていうのは、まあ、もう飛ばしますが、要するに寿命長久、寿命が長い、こういう意味です、ね、これはもううまく言いました。寿命が長い、まさに明朝なんですね。したがって無量寿経が渡ってきたことを記念して九州年号が明朝に改元された。したがってこの明朝っていう改元されたのは九州の
って、これは三上隔離がやったんです。で、かつ、それを主張するように、その後ですね、651年に一切経が読経されています。で、その時に渡ってきた一切経、無量寿経、薬師経、そういうのも、三上隔離の時代に渡ってきた。ということになるかと思う。時間がないので。で、その無量寿経が渡ってきたことによって、実は、明朝7年に、イカルガ・ウマヤル・ショーマンという人物が、この善光寺如来に、我が西道を助けたまえという願文を送っています。これは一切経が渡ってきた、無量寿経が渡ってきたから女性の、再度できると。で、それを知って、この、イカルガ・ウマヤル・ショーマンのおそらく女性ですね、奥さんだと思いますが、奥さんが、善光寺如来に、再度を願ったということになろうと思います。ちょっとやや7日間、名簿を唱えましたので、さっきなんか、薬師経にね、7日間頑張って唱えれば、往生できますよと書いたと思います。で、この時に、明朝7年に、646年に、奥さんと、鬼神田織も亡くなって、その翌年に年号は、常識というふうに改元をされていますので、この年に、新天使が即位して、こう宗教じゃない新しい施策を打ち出したのではないかと思います。で、これからですね、だんだんと、白村公に近づいていくんですね。聖徳太子以降、もし和を持って唐突なくて、ほとんど、対外戦争はしなかった。だけど、しかし、国際情勢はそういうことを許さない。朝鮮半島にどんどんと進出していって、で、一生懸命太宰府の周りにですね、水木を作ったり、大野城を作ったり、土俵を作ったり、あるいはそれでも危ないので、何が宮、九州から逃げ出して何が宮を作って、そして万全の防衛策を上がっていくと、こういう時代に入ってくると思います。ちょっと最後ね、時間が来てしまったので、もう細かく言う時間がありません。申し訳ありませんが、今日はこの辺でお答えさせていただきます。質問あればまたおっしゃっていただきたいと思います。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。会そのものはこれで閉会です。